拾っちゃった。古代の山鹿の里人の心が明かりを生み、江戸の技術に育まれ、やがてその心は灯籠という明かりに姿を変えました。今も私たちを照らし、暮らしを見つめる山鹿の明かり、今宵は千もの明かりに包まれて、たおやかに流れ続く灯籠の舞を存分にご堪能ください。